マット・カルドナは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、マシュー・ブレット・カルドナ、マシュー・ブレット・カードンナ、ニューヨーク州ロングアイランド出身。以前所属していた WWE ではザック・ライダーの、リングネームで活動していたことで知られる。ECW で活躍したことで知られるマイキー・ウィップレック、が、ニューヨーク州にて主催するインディー団体である、ニーワックが運営するニーワック、 トレーニングセンターにてトレーニングを積む。2004年にプロレスラーデビューし、ニューヨークを拠点とするインディー団体で活動する。2006年、WWE と契約を交わし入団。参加団体である DSW に所属。2007年4月、DSW が WWE との関係を解消したためオベへ移る。ブレッドメジャー時代5月1日。 ECW でブレッドメジャーの名でデビューし、ブライアンメジャーと共にメジャーブラザーズとして活動する。6月の追加ドラフトでパートナーのブライアンメジャーと共にスマックダウンへ移籍する。デビューからベビーフェイスであったが12月のアルマゲドンでエッジの勝利をアシストし、ヒールターンする。これ以降リングネームをザック、ライダーと改める。その後もエッジの手下として活動する。 2008年7月には、グレートアメリカンバッシュでのフェイタル4ウェイ形式の WWE タック王座戦に勝利し、WWE タック王座を獲得する。しかし9月に、カリートプリモに敗れ王座を失う。2009年4月の追加ドラフトにより、ECW へ移籍する。パートナーのカート・ホーキンスは、スマックダウンに残留したためタッグ解消となる。月にキリーショーを改め、 ECW に登場する。8月頃からは、シェルトン・ベンジャミンと短い構想を繰り広げる。その後2回ほどクリスチャンの持つ ECW 王座に挑むが、王座ダッシュとはならなかった。10月には ECW に移籍してきたリーバのローザ・メンデスと共に行動する。12月には、トミードリーマーの ECW での最後の試合の対戦相手を務める。 ストーリー上はライダーがドリーマーを侮辱し、そのことに起こったドリーマーが試合に負けたら ECW を去ると宣言するがライダーに敗北して ECW を去ったという形。ECW 終了後はローザと共に RAW へ移籍する。2010年4月のドラフトでローザがスマックダウンに移籍したことによってパートナー関係が終了したことを受けて、 新しい恋人探しのストーリーが進行中である。NXT シーズン2では、タイタス・オニールを指導するプロとして登場した。その後は低迷し、シェーマスから、WWE 王座第一挑戦者に指名されるも、春殺、NXT では、コーディローですから、お前に人を指導する資格はあるのかと罵声を浴びせられるなど、カマセイヌ的なキャラクターとして2010年を終えた。 2011年1月27日放送の WWE スーパースターズでプリモトのタッグ結成を表明し、吉立デビッド・ハート・スミス組に勝利。後に自身のツイッターでタッグ名を DZP としたことを明らかにした。DZP としての活動は主にスーパースターズのみであり、RAW 等では活動しなかった。 2011年4月1日レッスルマニア X バイでスヌープドックのミニコーナーで歌を歌いロディ・パイパーに背後から殴られたり RAW ではザグレート・カリンのキスカムのコーナーでウィリアム・リーガルからほっぺにキスされたりリングへ向かうジョンシナへエールを送るような形で絡んだりとスキット登場が多くなった5月12日のスーパースターズでウラジミール・コズロフとの試合で ホーキンスが現れて、コズロフを邪魔して、ザックを勝利へ導いた。そして、ホーキンスとザックは抱き合いたく再結成となった。6月16日のスーパースターズが地元である、ロングアイランドで収録されたことから一夜限りで、ベビーフェイスとして登場。元パートナーのプリモに勝利して、観客の喝采を浴びた。20日の RAW で行われた。 ダークマッチと7月7日のスーパースターズでドリュー・マッキンタイヤから連勝。そして4日の RAW でタッグ王者のデビッド。12月に行われた TLC2011 ではドルフ・ジュグラーを破る自身初のシングルタイトルである US 王座を獲得した。イブとのラブロマンスが展開され順風満帆に見えたが、ジョン・シナとの構想を格索した経緯によって、 挑発するための標的にされ負傷した。2012年1月16日、故障が感知しないまま RAW で、臨時 GM のジョン・ローリネーティスによって、ジャック・スワガーとの防衛戦に出場するように指示されて、敗戦。一勝来たらずで王座から陥落した。王座陥落後も、ケインからの暴行は続いた上に、イブにも裏切られて破局。 その後しばらく欠場していたが3月に復帰し、イブと復縁。3月23日のスマークダウンで、セオドアロングのチームに加入。レッスルマニア X5 に出場したが、イブの介入もあり敗戦した。2014年7月21日、判断ごとの対戦において、先の展開で彼と他元を分かっていたレイーラーと、サマーレイをセコンドにつけて登場。介入はあったものの、久々に、 シングルでの勝利を飾った。二千十五年六月、NXT に登場。モジョローリーとハイプブロスなる、ハイテンションタッグチームを結成。エリアス・サムソンマイク・ラリーズと対戦し、合体技である、ハイプライダーを披露して勝利。二千十六年四月三日、レッスルマニア三十二にて、WWE IC 王座争奪7ウェイ、ラダーマッチに出場予定であったネビルが、 負傷欠場したことにより、大役として出場。序盤より、ベルト獲得へのチャンスが伺えず、中盤には、ラダー上で、ドルフジグラーと取り合いになり、フェースバスターを暗い場外へと追い出されてしまうが、終盤に、ザミズが単独でベルトを取ろうとしたところに、背後から一気にラダーを駆け上がり突き飛ばして、ベルトをダッシュした。同月4日、RAW にて、リング上で、 WWEIC 王者になったことに対して、観客と会場に来ていた父親に感謝の言葉を述べていたところに、水が乱入。王座戦を行い、中盤には、水が父親に気を取られている隙をついて攻めるが、終盤には、水の妻である、マリースウェルが、観客席より乱入。父親とマリースの言い争いに気を取られているところに、水から、スカルクラッシングフィナーレを喰らい敗戦。 一日で王座から陥落した。2019年4月7日、レッスルマニア35キコフで、カート・ホーキンスとタッグを組んで、WWE ロータッグ王者チームのリバイバルに挑戦。場外戦の展開になるとホーキンスが、スコット・ドーソンから、ブレーンバスターをクライリングに投げ込まれるが、隙をついて、丸め込み勝利。王座を体感した。2020年3月、 アメリカ国内で2019新型コロナウイルスの感染が拡大したため、WWE は有観客公行ができなくなり、同年4月15日、他のレスラーと共に WWE を解雇された。7月29日、オールエリートレスリングの中継番組、ダイナマイトに登場。ブロスキー、ブートダブルニーアタックラフライダーフライング、レックラリアト。自ら、 助走してから相手に正面に向かって、右足を振り上げるようにジャンプしながら、自身の右足のふくらはぎのあたりを相手に叩きつけて、相手の喉に右足を引っ掛けたまま自身は尻餅をつく、形で落下して、その衝撃で後ろにひっくり返った相手の後頭部や背中を通打させる。カウンター、試合の状況次第では、トップロープから繰り出すこともある。 ブレッドメジャー時代からつなぎ技として用いていたが、2010年夏頃からフィニッシュホールドに昇格している。エルブロドロップ2016年3月頃から使い始めた。フィニッシュ技。ダイビングエルボードロップ。ザックアタック変形ネックブリーカー前鏡になった。相手の左サイドに移動して、相手の右腕を両手でつかみ、膝を突き出すように折りたたんだ右足を。 相手の後頭部の上に乗せる。その後背中からマットに倒れ込む勢いで、相手の体を仰向けにひっくり返し、マットに着地した衝撃で、相手の後頭部に右足をめり込ませる。ミサイルキックブレッドメジャー時代のフィニッシュホールド。ギミックチェンジ後も飛び技の一つとして使用している。垂直落下式リバース DDT、エッジヘッズ時代のフィニッシュホールド。ギミックチェンジ後は滅多に使用しない。 エルボーバックエルボーエルボースタンプエルボーアタックコーナーにもたれかかっている相手に助走して相手の顔面にエルボーを叩き込むクローズラインにリフトドロップキックブロスキーブートコーナーにもたれかかってダウンした相手の側頭部をめがけてのランニングビッグブート観客と共にウーう,う,う,うのコールをした後行う技名の由来は自身の口癖であるブラウスキーからレッグドロップ上向けダウンの相手にコール目と 両手で耳元に、親指と小指を立てた電話に見せた手をやるポーズを、してから、レッグドロップを放つ。ファイナルカットダブルニーアタックスープレックス、スーパープレックスベリー2、バックスープレックスロシアンレッグ、スイープフラップジャックジャンピングフェイスバスター主に、カウンターで使用。d d t w、o The、w e i c オーザ w カートホーキンス。ありがとうございます。